こんにちは、サトシです。今日はデュクサーの6番という硬いワックスなんですけど、これを使ってスタイリングをしていきたいと思います。ワックスはこんな感じですね。ペースト状のワックスなんで、結構硬い髪の人にはおすすめのワックスです。じゃあ早速簡単にセットしていきたいと思います。まずワックスを取る量ですが、これぐらい、だいたいそうですね、10円玉ぐらいですかね。これぐらいですね。これをよく手になじませ、指の間にもなじませていきます。しっかりなじませましょう。これは本当大事です。で、よく手になじませたら、ワックスつけるポイントなんですが、髪の毛をまず一回スーパーサイヤ人のようにぐわーっと立てちゃうのがポイントです。もう最初から形を整えていくのは難しいので、まずワックス全体につけるっていうのを目標としましょう。こんな感じです。もう本当にぐわーっと、もう全体を一回立たせちゃいます。もう本当に簡単なんで、で、後ろも襟足もトップもしっかり前髪は最後につけていくといいと思います。で、一回サイヤ人みたいに全部立てたら、ここから整えていきます。で、整え方のポイントなんですが、頭と顎、それから横、こうつないでラインがひし形になるように髪型をセットしていくとバランスよく整えることができます。結構横は押さえる感じで、トップは残す感じで整えるとバランスがすごいいいと思います。どうしてもここが張る人が多いんで、やっぱり横はね、抑えめにした方がいいと思いますね。で、形をある程度整えたら、ところどころつまんで束っぽさを出していきます。襟足もちょっと跳ねさせてあげるとかっこいいですね。で、ポイントはやっぱりひし形ですね。上を結構しっかりと立たせてあげて、横は押さえ気味にしてあげるといいと思います。